そういう人たちがちょっとこう来れば面白いかなとは思ったんだよね。だけどまあ実際は知ってる人たちしか来なくて、これだとそんなに今回のルオトレの趣旨とはなんかあんまり違うかなっていう感じだったのよ。お疲れ様でした。ビーストカップもあって、ビーストカップ振り返り、まあ何ですかね、振り返りって難しいんだよ。決勝戦の結果から言えば、まあ妥当っちゃ妥当、まあさすがに無理だよねっていうふうに思ってた結果がそのまま、まあ数字に出た感じかな。まあめちゃめちゃ優勝候補だったからね、最初から。まあ10先ってそういう数字だよね。10先ってそういう数字だと思う。1先2先じゃね、何があるかわかんないけど、10先はやっぱり、まあ、ただただ現実を見せられて終わるっていう。龍吉さん倒せるとしたら参加者誰だったろう。まあ環境を整えて、やれば、まあ、三太郎さんがワンチャンって感じかな。他はちょっと厳しかったろうね。まあ、笹野か。笹野もまあ、そうか。あったかもね。でもまあ、やっぱ参加者の中で一番強かったんじゃない？ふうに。って思ったけどね、終わってみて。ジュン、ありがとう。いや、ワンチャンっていうか、まあ、全然可能性があったんじゃない？三太郎さんとか、笹野とかは。まあ、でも全体通して思ったのは、まあ、この間の、さ、俺を取れの、まあ、終わり際にさ、言ったけど、最初は、まあ、どんな人が来るか分かんないなっていう、スト6抜きにね、どんな人が来るか分かんないなっていうのがあって、ただまあ、やっぱり、あんまり表舞台に出てなかったり、広くは知られてないんだけど、まあ、才能のある人だったり、まあ、これまではそんなに環境良くなかったけど、今年っていうかスト6を機に頑張ろうと思ってる人とか、まあいろんな人がいるはずだろうと思ってて、まあでそういう人たちが出てくるきっかけになればいいなっていうつもりでやったっていうのはあったんだよね。まあそれ以外で言えばさ、イラストの人とか漫画の人とか、いろんな人材が来て、もちろんそっちもすごい期待してて、で、まあそのイラストやなんだかんだっていう人たちは、そんなにめちゃくちゃなんか、これはこの人たちだったら面白いことできそうだなっていう人がたくさんいたわけではなかったけど、でもまあ何人かはちょっとまあなんかでやれそうだなっていうのがあって、でただその肝心のスト6がなんて言うんだろう、そのまだ見ぬ競合でっていうのはいなかったんだよね。まあ、知らない人はいたよ。レイテンシー黒雪あたりは知らなかったけど、まあまだ見ぬ競合ではなかったからね。龍吉知らなかったんだ。まあ俺らは知ってたからさ、あ、まあ昔からいるよねっていう。まあ現実問題としてこんだけネットがさ、ね、当たり前の時代で、オンライン対戦が当たり前の時代で、そんな知らねえやつなんかいるかよって話だけど、まあ、でも例えばだけど、そのストリートファイター系じゃなくてさ、有名になった人とかもいるわけじゃん。そういう人たちが、ちょっとこう、来れば面白いかなとは思ったんだよね。だけど、まあ実際は知ってる人たちしか、まあ来なくて。で、最初は、これだとそんなに今回の、ルオトレの趣旨とは、なんかあんまり違うかなっていう感じだったのよ。要はその、単体で見たときに、この人、あ、この人すごいおもろい人材じゃん、みたいな。この人でなんか企画やれそうじゃんとか、この人サポートしたら面白そうじゃん、みたいな、単体でね、いう人は俺はいなかったの。正直ね。で、ただまあ、スト6ゼロってわけにはいかねえなって思って、じゃあどうしようか。まあこれは俺を取るって時も言ったけどね。じゃあまあやっぱり戦わしてストーリー作って、だこれはもう PV ありきだけどね。PV 作ってっていうのが大前提になるけど、まあそれでなんとかその人の、まあ、裏側とかストーリーを追っていくことで、まあキャラクターを増やすっていうことならできるかもなっていう感じ。
そう。っていう意味では、まあ、まあ、やりきったんじゃないかなと思った。格ゲーは以外の人たち今のところ何も決まってない。全然そんなことないよ。ただまあ、あんまり表に発表してないだけ。まあそういう意味ではそうだよね。だからまあ、一応、あとはその優勝した龍吉くんの、龍吉くんに対しての、こちらからの、まあ、何をするのか。っていうのはこれから詰めていくというか、まあ、話し合いもして、っていう段階だから、まあ、オレオトレのスト6部門は、まあ、ほぼ 99% 終わったということですね。で、そうだね。あと、残りはそのオレオトレで、まあ、いくつか、まあ、ワラキア先生はまあ別に、もう、日の一番にちょっと一緒にやってもらったけど、あと、それ以外で言うと、まあ、ソネアイボンさんは、ミートさんのなんか、あれを絵を描いたいっていうことで、まあ、あの人はあるとして、であとなんだっけ、科学なんとかの人、有機化学だっけの人には、確か1年間スポンサードするみたいな感じだったかな、俺は。あとは、今はシュウさんか。シュウさんが、なんかいろんな人に話聞いてるね。それで、なんだっけ、キビダンゴさんか。キビダンゴさんはそういえば最近なんか連絡ねえの。飯行きたいって言ってたけど。あと、ムーンライさんか。ムーンライさん、ミートさんがやりとりしてたっぽいんだけどな。で、あとは、あの二人か。あの二人は一段落したら、なんかやるけど、何やろうかなって感じだよね。ちょっと考えたけど、あの二人だけはちょっとやっぱりまだ難しいのかなと思ったな。なんか一緒になんかやるときに、いるっていう感じじゃないと現実問題としてちょっとコンテンツとしてまだ厳しいかなというのが俺の今の感想だな。なんかまあ一緒にやるときにって感じかな。ノーモーションさんはエボでなんかやってもらうっていうのアイデアを出したんだけど、シノさんにいやもうその締め切っちゃいましたみたいな。そもそも俺になんかエボでなんかやってくれっていう話は来てたのよ、エボから。で、あ、じゃあ考えとくわ、みたいな。向こうとしては多分獣道とかそういったものを期待したと思うんだけど。まあでも獣道とかないね、みたいな。じゃあノーモーションさんでなんか、どうかなって思ったらもう話は終わってて。あの二人ってどなたでしょうか？あの二人はね、キヌと、なんだっけ。なんか長い名前。なんとかドンキー公平みたいな。そんなような名前だった気がする。変な名前。まあそこら辺、だから俺が今イメージしてるのは、シュウさんの話が、まあ、シュウさんのは、ちょっとその、こっちがなんとかできる問題じゃないから、協力はするけどね。最終的にはシュウさんの頑張りでしかないから。で、あとはまあ、その二人となんかやって、まあ、ムーンライさんとかもちょっと一緒にやれたらいいけどな。あの人友達が欲しいっつって来てたから。調味料の人は、なんか、ユーディールっていうか、サクリ君と話をしてるみたい。って感じかな、今のとこ。まあそこら辺が一通り終わったら、第2回とか、次の企画とかを考えるって感じかな。ウクレレは、だから、その二人のうちの絹ね。そういう感じですわ。まあそれとは別に結構、企画とかは、企画というか、まあイベントとかはあるんだけど、まだ発表はできないのかな。年末年始はない。優勝報酬のお忍びっていつになりそうだかね。ちょっとわかんないけど、多分そんなに先じゃないと思う。